はい、どうも、大悟です。というわけでですね、本日もやっていきたいと思うんですが、本日はですね、僕の大好きなカリフォルニアワイン、ハーランエステートを飲みながらですね、やっていきたいと思います。乾杯。はい。うん。なんでいつもワイン飲んでるんですかって言われるんですけどね。うん、いや、やっぱね、モチベーションになるんですよ。ワインがね。はい。まあ、実際少しお酒が入ってるぐらいの方が、コミュニケーション能力も上がったりとかしますんで、そういう狙いもあってやったりとかしております。で、今回のテーマなんですが、バカにする人、これで黙りますということで、皆さんのことを上から目線でバカにしてくる嫌なやつっているじゃないですか。で、こいつらを黙らせたいと。でも大体上から目線でバカにしてくる人って、ちょっと年上だったりだとか、ややこしい人だったりだとか、上司だったりとかして、言いづらいじゃないですか。で、こういう人を自然に黙らせるテクニックってないのということで、今日はご紹介したいと思います。本日ベースになっている研究は2009年サンディエゴ州立大学などが行ったですね、3万7000人を対象にしたですね、研究でございます。はい。ナルシストがね、3万7000人、全員じゃないと思うんだけど、いたらなかなか怖い話なんですが、で、そこでですね、ナルシストの生態について調べたわけなんですよ。上から目線の人たちね。はい。本当は自己愛型人間って言うんですが、こういう人たちって実はね、黙らせようとして、いや、うるさいよとか、お前言ってることおかしいぞとかって言っちゃうと、かえって粘着されるんですよ。じゃあどうすればいいのかっていうと、実はね、ナルシストの特徴として、罪悪感は感じないんだけど、恥の感情に関してはめちゃくちゃ強く感じるという性質を持ってるんですよ。つまり悪いことをしたナルシストとか上から目線の人って自分でその悪いことをしたってことを認めて反省することはほぼないんだが、自分が恥ずかしみを受けた、恥を感じたっていうのに関してはすごい敏感に反応するじゃないですか、彼らって。で、これが実は大事なポイントなんですよ。だからナルシストのが行動を変えるのって、自分の評判が傷つくかもしれないというふうに思った時のみナルシストは行動を変えるんですね。じゃあそうすればいいわけですよ。つまりナルシストがもし皆さんにまあね、余計なことを言ってきたりとか上から目線のことを言ってきたら、ちょっと想像力が必要なんですけど、それってそれを言ってるとかそういうことをしてるってことを皆さんが知ったら、あなたのことどう思うかなっていうことを、他人はどう思うだろうかって視点の質問を投げてみてください。で、こうするとやっぱり相手の恥の感情を引き出せる可能性が高くなるよってことが研究で分かってるんですよ。だから相手がやってる行動とか、上から目線の人が、まあ、他人を顧みない行動をしていて、それを変えたいと思ったんだったら、いやでも今なんとかさんがやられてることとか、今お話してた話を他の人が聞いたらどう思うんですかねみたいなことを言うと、あれ、ちょっとこれ自分の評判、ね、悪くなるかもしれねえぞ、やべえぞっていう風に考えるわけなんですよ。そうっていう風にすると、恥の感情を引き出すことができるんですね。はい。で、これはあくまでポイントとしては、他人はどう思うと思います、そんなことをしていたらっていう風に責めるニュアンスで言っちゃダメなんですよ。こういう責めるニュアンスを入れたりとか、周りの人がそんなこと言ってるのを聞いたらこう思うと思いますよっていう風に断定型のことを言ってしまうと、ナルシストは皆さんのことを攻撃していきます。大抵の人はこれやっちゃうんですよ。じゃなくて、ナルシスト自身が、上から目線に皆さんに文句言ってきてる人自身が、あれ、ちょっと待てよと、冷静に考えたらこれをやり始めたらこういう風な評価をされるかもしれない、いや、バレたらこう言われるかもしんねえなっていう風に危機感を感じさせるような、自分で考えさせるというのがポイントになってくるんですね。こうするとね、ナルシストって簡単に意見を変えるんですよ。なんでかっていうと、ナルシストとかそういう上から目線の人の行動原理って、自分をよく見せたいっていうだけの原理なんで、だから自分の方が上だってことを見せたいから他人を見下すんですよ。俺が上だって踏みつけたいから。ところが自分の評判が下がるかもと思うと、あっという間にこれをやめるので、ぜひ皆さんもですね、ちょっと最初は慣れが必要だと思うんですが、やってみてください。周りの人がどういう風に考えると思うかってことを考えさせて、一回ですね、ナルシストに恥の感情を感じさせればできたら、自分で瓦解します。なぜかっていうと、上から目線の人ってやっぱりね、なんで上から目線になるかって言うと、自分に自信がないからなんですよ。自分より下を見てないと生きていけないんで。普通はさ、向上心ある人って上を見るので、だからね、下を見る人っていうのは基本的には、自信がないんですよ、自分に。だから、一回自分の評判に疑念を持つと、必死に何とかしようというふうに考えるので、恥の感情を感じさせるために、他の人はどう思うかなってことを相手に考えさせるというのがポイントです。ぜひやってみてください。で、これ以外にもですね、様々なこういう上から目線、常に上から目線の自己愛型人間って言うんですが、これに対する方法などをですね、僕が作った知識のネットフリックスを目指して作った Dラボというサービスではいろいろ公開しています。まあ、それ以外にもストレスの対処法だったりだとか、仕事のめんどくさい人とどうやって交渉すればいいのかとか、そういった仕事から人間関係まで役に立つ様々なですね、最新の心理学を解説しています。ぜひ番組の概要欄の方から D ラボも登録してみてください。本当ネットフリックスみたいにいろんなね、その心理学とか科学の動画が分かりやすく解説されてる動画いっぱいありまして、見放題なんで、ぜひ、試してみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。